はい。 今回は、軽自動車メーカー、ダイハツがすごいことになっていますので、こちらの事件についてやっていきましょうか。え、まさにですね、ビッグモーターのビッグブラザーっていうので、え自動車業界終わってんなーっていうのでえ、中古車業界だけではなく、軽自動車のメーカーまで腐っていましたと、不正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 ,不正っていうので、ダイハツで174個もの不正が行われていたことがバレてしまいまして、新車全車種販売停止っていうのでですね、 とんでもないことになっていますので、お話ししていきたいと。 思いますえ。ちなみにですね、ダイハツ、トヨタの完全子会社でして、軽自動車の三割もシェアを持っているような、そんな会社です。え国内では年間六十万台も販売をしていまして、海外では年間百十万台も販売をしていると、そんな大きな会社です。軽自動車ですね。ギリギリトップシェアを誇っています。これだけの台数販売しているわけですから、もうとんでもない影響なわけですよね。中古車業界ではもうビッグモーターがやらかして、軽自動車業界ではダイハツ。 がやらかしてっていうのでこれでですね自動車業界全体のイメージガタ落ちじゃないでしょうか車離れとかっていうふうに言われてますけども車離れは誰のせいだっていうのはですね自動車業界のせいではないでしょうか、えー、こちらですね早速大発の公式ホームページでも謝罪文が掲載されています、えー、これですね1989年から不正が行われていたそうなんですけどももうほぼ35年ほぼ35年もこんなことをやっている会社ですよそんな人たち。 がですね改善します頑張りますってですね <laughs>、もう頑張りますごめんなさいって言ってもですね、えー、信用できませんよね。ビッグモーターの金重孝一すら、もうやりません改善しますって言ってもですね、誰も信用しないじゃないですか。孝一を超えるほぼ35年ですからね。 金重孝一が1988年生まれですから、1988年、1989年はですね、もう自動車業界にとって不正元年と言ってもですね、これいいかもしれないですね。<laughs> いやー、非常につながりますね。はーい。 えー、高一がですね、おぎゃーおぎゃーって生まれた直後にですね、大発は不正を始めていたとっていうのでですね、えー、何か縁を感じますね。こちらにですね、第三者委員会による調査結果と今後の対応についてっていうので、えー、発表がされていますと、まあ、山ほど不正をしていまして、長いので全部読みませんけども、さらっと見ていきますと、えー、このあたりですね、えー、調査の結果、4月のドアトリム不正、5月のポール側面衝突試験不正に加えて、 新たに25の試験項目において174個の不正行為があったことが判明しましたというふうに書かれていますけどももうすごい不正の数ですよねまずですね4月の不正というのはですねこんなドアの内側のパネルの部分ですねえここに不正な加工をして衝突してもですね試験に不合格にならないように確実に合格できるように、えー、もうこれ試験を受けて衝突してもですね変な割れ方をしないようにですね不合格となるような割れ方をしないようにあらかじめ切り込みとか を入れてですね。確実に試験に合格するように加工をしていました。もちろん、これ量産車では行われないことですよ。それなのにですね。なんで試験の時にそんなことをするんだっていうのでですね。もう何のための試験なんだって話じゃないですか <laughs>。とりあえず試験通ればそれでいいんだーっていうのでですね。安全に作らなくてもそれでいいんだーっていうですね。そういうダイハツのなんか思いが感じられますよね。 え、それからですね、もう一つ、こちらの5月のですね、ポール側面、え、衝突試験不正っていうのは、え、運転席側の側面と、助手席側の側面があるわけなんですけども、これ、両方の試験をしないといけないのに、助手席側の試験だけやって、両方やりましたよーつってですね、助手席側のデータを運転手席側のですね、データとして提出したりしてるわけですよ。お前らもうビッグモーターかと、高一かと、広行かっていうようなですね、そんな話ですよね。もちろん、この他にもですね、 山のように不正をしているわけなんですけどもこれですね27種類のうちまだ2種類しか紹介してないですからね <laughs> まだ25種類も不正の方法があるって言ってですねいやもうビッグボーター並みの不正の種類ですよねいやこのように山のように不正をしているわけなんですけども結局えこの安全性よりもいかに試験コストを減らすかいかに試験時間を減らすかいかに儲けるかこんなことばっかり考えてるわけですよね車ってやっぱり安全第一じゃないですか 安全よりも金金金金っつってですね、えー。そういうことをやってるわけですよね。もうまるでビッグモーターじゃないですか。もうこんなことをずーっとやってきたわけなので、もう会社として腐ってるわけですよね。で、続きもちょっと見ていきますと、えー、この続きにですね、えー、不正行為が確認された車種は、すでに生産を終了したものも含め、64車種、3エンジンとなっております。この中には、ダイハツブランドの車種に加え、トヨタ自動車、マツダ、 えー、スバルへ OEM 供給をしている車種も含まれておりますというふうに書かれていまして。 まあこんな感じでですね、影響を受けるの、ダイハツだけじゃなくって、他の車メーカーも影響を受けてですね、この、もちろん親会社のトヨタも影響を受けるわけですよ。これ、すでに出来上がった車が大量にあるわけじゃないですか <laughs>。売れないでしょ。だって、車って別に1日で作るわけじゃないじゃないですか。だって、作ってるのたくさんありますよね。売れないどころか、これ、過去のものも含めて、もう弁償がすごいことになりそうですよね。で、中古車とかもですね、これ、売っていいのかーっていうふうにですね、 中古車業界も悩まされるでしょうし、いやー、ほんとすごい被害になりそうだなーっていうような話ですよね。まあ、中古車、このダイハツの中古車を今売ろうとしてた方々ですね、なんかちょっとかわいそうになりますよね。<laughs> これ買い取ってもらえるのかなーってですね、いやー、ちょっと今ダイハツの車買い取れないですみたいなですね、いやー、そういう可能性だってあるわけなので、ほんといろんな人に迷惑を与えてるわけですよね。で、これですね。 トヨタにも責任ある可能性ありますけども、そのトヨタはですね、親会社ですから、完全子会社化してますから、トヨタにも責任ある可能性あるんですけども、これトヨタが子会社化する前から不正をやっていまして、最初に不正の数がですね、増えていた時期っていうのが、トヨタが子会社化する前だったそうなんですよね。だからですね、もうこれダイハツ自身に問題があるわけですよ。もちろんえ、トヨタの子会社になって、さらに厳しい要求があって、さらにさらに不正が増えていった、そういう可能性もですね、 ゼロではないんですけどももうダイハツがですねもともとこういう文化の会社だったっていうことなんですよ、えー、トヨタというよりはもうダイハツ側のこの会社側にですね根本的な問題がありそうだなというふうに思いましたまあ中身はですねビッグモーターみたいな会社なんだなというふうに思いました まあもちろんですね、ビッグモーターと同じように、経営層の意識が低すぎる、低すぎることも問題なんでしょう。あとはですね、まあ軽自動車ってですね、やっぱり他の車と比べると安いので、まあ儲かりづらいっていうのもあったのかもしれないですよね。なんとか不正をしてですね、その利幅をな,なんとかなんとかふすあの増やそうっていうですね、少しでも利益上げないとっていうのがまあもしかしたらあったのかもしれないですけども、それにしてもですね、不正の種類が多すぎますし、ちょっとずさんだなっていうところですよね。いやー、でもですね、 同じ年にビッグモーターとダイハツとダブルで来るかっていうですね <laughs>。高一が生まれる年とダイハツが不正を始める年、ほぼ一緒なんですけども、さらにですね、不正がバレる年まで一緒っていうのでですね <laughs>。 <laughs> いやー、類は友を呼ぶというやつでしょうかね。他にもですね、様々な不正ですとか、うん、見つかったこと、様々なことが書かれてるんですけども、えー、興味ある方ですね、ご覧になってみてはいかがでしょうか。はい。もう、山ほど不正してるわけですし、本当長期間にわたって不正してる、してたので、まあ、いろいろ、もうかなり内容が濃い内容になってますね。はーい。 ただですね、今回のダイハツの記者会見についてですね、改めてビッグモーターの記者会見、どんな記者会見だったかなーっていうですね、思い返してみるとめちゃくちゃ面白かったなーっていうふうに思いました。もうダイハツとですね、ビッグモーターの違いがよくわかるなーっていうところがありまして、ダイハツはですね、もう経営陣に責任がある、現場でこういうことをやられてたとしてもですね、現場に責任があるんじゃなくて、経営陣の私たちの責任ですっていうふうにですね、そのように説明をされていました。一方、ビッグモーターの時、皆さんどうでしたっけ <laughs>、えー 従業員とか元従業員とかがですね YouTube でグダグダ言ってんじゃねえよーってですね不正甘くんじゃねーリークすんじゃねえっつってですね金氏でひろゆき切れてましたよね <laughs> 内部通報した人に切れてましたけども私たちはわ我々は悪くないんだぞ訴えるぞつってですね、えー、リークしたやつ訴えるぞって言ってましたけどもいや見事にですねこの大発とビッグモーターの違いがですねよーく分かりましたよねもうビッグモーターのヤバさがですねそういうところにもすごい出てたなーっていうのをですね今回の記者会見で改 感じさせられました。 えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の回も見ていきたいと思います。まずはですね、こちらのコメントです。ビッグモーターで買ったダイハツのタント乗ってて、給油はエネオス使ってるんだけど、なんで今年になって不祥事フルセットになってんだよーって言ったてで,ですね <laughs>。すごいですね。え、これコンボ発生してるじゃないですか。トリプルコンボ <laughs> ビッグモーター、不正をやってたビッグモーターで買って、えー、不正をやってたダイハツの車、ダイハツのタントに乗って、えー さらに、エネゴリくん、えー、女性にセクハラばっかしてたですね、役員が、えー、会社のトップたちがですね、えー、女性にセクハラばっかしてるですね、エネゴリくんの給油を使ってですね、もう本当に不祥事だらけだーって。<laughs> いや、大変になってますね。まあ、見事なコンボ生まれてますという話ですね。えー、こちら、いいねしておきたいと思います。全部載せ。まさにこれが全部載せですね。<laughs> えー、視聴者さんの中にもですね、同じような方がいらっしゃるかもしれません。えー、そのような方はですね、このようにおすすめがされています。ビッグモーターで買ったダイハツの車で、給油はエネオスを使っている人は、今すぐお払いをしようってう。<laughs> <laughs> いやー、皆さんお払いに行った方がいいかもしれないですよ。いやー、これ、ダブル、トリプルコンボじゃなくてもですね、一つでも当てはまる人、いやー、お払いした方がいいかもしれないですよ。ごめんなさい、でも笑い事ではないんですけども、本当にちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。えー、こちらですね、いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 今日一驚いたニュース、日本が誇る自動車製造業、信頼のメイドインジャパンどうしたの責任感じてまた頑張れっていうのでですね、いや、そうですよね。もう日本本の自動車業界って本当に 日本の製造業を引っ張る存在であるにも関わらず、さらにですね、日本ブランドっていう、まあ、トヨタをはじめですね、日本ブランド非常に品質のいいという、そのイメージをですね、海外にも、まあ、浸透させてくれた、そんなメーカー業界でもあるにも関わらずですね、えー、その中の人がこんなことばっかりやってるっていうところでですね、それを海外でこう知った人はですね、やっぱり日本って大丈夫なのかっていうのをやっぱ思ってしまうわけなので、まあ、より日本のものが信頼できなくなっていく、信頼,信頼されなくなっていく、 ま、品質が悪いというイメージが持たれてしまうわけなので、どっかのお隣の国と一緒じゃないかみたいに思われてしまうので、本当にやめてほしいですよね。いや、責任感じてほしいですね、本当に。こちら、いいねしておきたいと思います。小市聞いてるか、お前。本当に中古車業界の評判を落としたのはお前のせいだからな。え、続いてはですね、こちらのコメントです。 ビッグモーターもだが、自動車業界全体がそういう感じなんじゃねメーカーも車検もっていうのでですね。いや、こういうふうにやっぱり思う方が出てくるわけですよね。中古車業界だけじゃないだろうと、軽自動車だけじゃないだろうと、他もやってんだろうっていうふうにやっぱ思うわけですよね。ビッグモーターだけじゃないだろうって言ってたらですね、他の会社だってやってたわけじゃないですか。<laughs> 他の会社の社員もですね、なんかクレジットカードを抜いてですね、客のクレジットカード勝手に使ってる、ネクステージっていうようなですね、そんな会社がありましたけども、本当ですね、うん、まあ業界全部が腐ってんじゃないかというふうに思われてしまいますからね。いや、責任取っていただきたいですね、えー。こちら、いいねしておきたいと思います。はーい。 え皆さんですね、今回、えー、キー軽自動車業界のダイハツがですね、えー、不正をやりまくっていたとっていうのでですね、えー、バレて問題になっているわけですけども、皆さんですね、このような自動車業界についてですね、どのようなご意見をお待ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。 それからこちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、こちらの X のフォローの方もお願いします。アカウントはこちらの ID で検索していただくか、動画の概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。はい。今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。